おはようございます即解塾の久保ですまあ俺みたいに生きろみたいにね言える60代70代80代の方っていうのはどのぐらいいるでしょうかね若いやつに期待自分はまあ何もできなかったけどみたいなね謙遜とも取れるようなもう諦めとも取れるようなどちらかというと、まあ、あんな人になりたいなみたいにね若い人も思いたいそういう人を探してると思うんですようん例えばね高倉健さんとかね、まあ、映画の中の話ですけどもそれから梅宮達夫さんとか「男はつらいよ」の 厚見清さんね車虎次郎さんとかああいう大人になりたいなーみたいに思われるとそういったあ映画に人気が集まるってところがありますけども逆に言うと映画に人気が集まるということはリアルな世界にああなりたい大人がいないってことなんですよねきっとねで私が思うのは大体ね50歳に入るとうん残りの人生、まあ、50歳って言うとですね老人への第一歩だと思うんですよ50歳を50代をどう生きるかによって60代70代80代の 豊かさとか見識とかそれから若い方から見られる大人像っていうのが決まると思うんですよね50代はしっかりとね今までの人生をきっちり使って、えー、先の人生のかなりね、えー、腹をくくらないといけないかなというふうに思うわけですよね私ももうね47歳になりましたんでかなりねあの残りの人生に、えー、プレッシャーがかかるなというところでますますね張り切っていかないといけないなと思いますまあそんな中でね、まあ、町内会活動などをしておりますと、えー、いろいろと見えてくるところがありまして、えー、やっぱりね うんこういう風に生きろよっていう風にはっきりと言えないといけないかなと思いますね60代以上過ぎると、うん、そうでないと若者はね怖くてやってられないかなと思うんですよ、うん、例えば20代30代の方がいろんな道でつまずきますいろんな失敗をしますそういう時にどういう風に解決してるのい,いけばいいのかっていうのを近所にいる50代60代の方からの知恵を借りるんではなくてね70代80代の方からの知恵を借りるんではなくて検索してしまうっていうね もちろん検索していいんですけどもできればねインターネットの検索よりあなたの知恵の方が役に立つんです教えてくださいって言われるような70代80代になっておかないといけないんじゃないかなと思いますねこれが私の言う労害って言葉はね結構よく使われてますけども労役っていうのは年を取れば取るほど社会に液をもたらすそういうふうな知恵を持っている人生を持っている人になれ とということだと思うこだ思んですよ十分時間はあったと思いますんでね30代40代50代と過ごしてきて60代からは自分の人生や知恵を世の中に役立てるそして自分の知識や見識を相続する時期に入るのかなと思いまして私もね腹をくくりながら50代を過ごしていこうと思いますいってらっしゃい